みんな旅してる？どうもしげです。アルメニア、エレバン、アジアなのにヨーロッパ。それではスタート。しげ旅108カ国目、アルメニア、首都エレバンから入国完了。楽天モバイル、残念ながらアルメニアでは使えません。ということで、ビバ MTS の SIM を20ギガ購入。エレバン、残念ながら Uber は使えないようです。空港から市内まで高速バスが出ているらしいんだけど、これかな。現金のみということで、空港の ATM で5000ドラムキャッシング。急げ急げ。バスで300ドラム、エレバン国際空港を出発。アルメニアの通貨ドラムは現在約 0.4 円。割と新しくて綺麗、冷房も効いてて快適です。アルメニアは日本の約13分の1の国土に280万人が住んでいるそう。首都はエレバンで、民族は 98% 以上がアルメニア系。公用語はアルメニア語で、宗教は主にキリスト教だそうです。アルメニアは国家として世界で初めてキリスト教を認めた国なんだって。旧ソビエト連邦加盟国で、ソ連解体後独立したそうです。黒海とカスピ海に挟まれたコーカサス地方に位置し、アゼルバイジャン、ジョージアとともに南コーカサスに分類されているそう。100番バス、行き先調べず適当に乗っちゃったから、宿近いとこ通ったところで降りました。これがアルメニアの首都エレバンの中心部。現在の気温は32度。思ったより暑い。街行く人々を見ていても、アジアというよりはヨーロッパっぽい雰囲気ですね。なんか想像よりもだいぶ平和でいいところっぽいぞ。ということで、今回の宿、ホテルナショナル到着。チェックインしました。デラックスダブルルーム。この広さで1泊約14,000円、いいんじゃないでしょうか。ワーキングチェアは欲しかったけど、デスクもあって Wi-Fi もまずまず。部屋まで荷物持ってきてもらったので、チップで500ドラムお支払い。バスルームも広々清潔。浴槽はなくてハンディタイプのシャワーのみ。宿の立地も中心街ど真ん中でいい感じです。今日は一本動画出したいので、しばらく編集頑張ります。腹減った。まだ編集残ってるので、近所に軽く飲み行きます。なんかエレバン良くない？こんな綺麗な街並みだとは思ってなかったな。ということで、今夜は宿すぐ目の前のタバーンエレバン行ってみよう。残念、満席だって。人気だな。別の店へ向かいます。リパブリックスクエア、共和国広場だって。音楽に合わせて噴水ショー始まったんだけど、エレバンすごくね。またまた近所の Google マップで人気のシェレップレストラン。おしゃれで広々した店内、奥では生演奏もしてるっぽい。ダーゲットというアルメニアのクラフトビール、いただきます。軽めでちょっぴり柑橘香る、すんごい爽やかなビール、うまい。ジョージアなんかでも有名なアルメニア版水餃子ヒンカリ4個、うまそう。中のはかなり塩味しっかり、パクチーみたいな香草の香りとガーリックもしっかり効いてて、酒すまじ。外の皮はつるんぷるんっていうよりは意外と小麦感のあるパッサリー系かな。アルメニアは肉の串焼きが名物だということで、 BBQ ビーフテンダーロイン。
しっかり柔らかいんだけど程よい弾力の噛み応え、肉食ってるって感じでうまい。中心がほんの少しだけピンクって感じのよく焼きウェルダン。うまい肉とくれば合わせるのはこれまたアルメニア名物だというワイン、カラスレゼルブ。香り豊かでカシスなどベリー系の香りもするしっかり重めの赤ワイン、肉と合わせるとうまいね。付け合わせでパクチーみたいな香草もたくさんついてきます。3杯目はタカールという少し安めのアルメニアワイン。さっきの方が値段2倍以上するから香りも芳醇で味も濃厚だった。こっちは少しフレッシュで軽めだけど、とはいえこれも十分うまい。おしゃれだし料理もワインもうまかった。ごちそうさまでした。リパブリックスクエアの噴水ショーまだやってます。日曜の夜ってこともあるのかな、たくさんの人が集まって噴水ショーを見ています。これ普通にこの噴水ショーやってるってエレバンすごくね。おー結構大掛かりだよ。アルメニアエレバン、まだ初日だけど何やらとってもいいところそうです。11時ぴったりで噴水ショーは終わったようです。まだ編集も残ってるのでそろそろ宿に帰りますか。ということで今夜も無事宿に帰ってきました。動画頑張って公開したら朝になっちゃった。おやすみなさい。朝まで作業してたからさっきまで部屋でゴロゴロしてました。相変わらず穏やかないい街並み。腹減ったので昼飯食いに行きます。宿近所のタウォークって店でサクッと食おうかな。タウォークっていわゆるシャワルマ的なものらしい。バーガー系もあったけどせっかくなので店名にもついてるタウォーク頼んでみました。スペシャルタウォークが来ました。結構でっかい。薄い生地の中に甘酸っぱいソースとチキン、フライドポテト、野菜がたっぷり入っててうまい。味付けはそんなに濃くないからたっぷりでもサクサク食べられる。腹ごしらえも済んだのでカフェでのんびりします。広々してていい感じにしゃれた店でアイスアメリカーノ400ミリ。もうすぐ日没、飲み行きますか。夕日に染まる共和国広場も美しい。これマリオットなんだ、立派ですね。ということで今夜は379トーチ&ブリュー行ってみよう。気持ちいいテラスに着席。屋内もあるみたい。オリジナルのクラフトビール4種類あって、小さいのがドラフト、でっかいのがボトルらしい。4種類だし全部飲んじゃいますか。まずはウェイゼンウィートビアのドラフト330ミリ。甘めでミルキーシルキー、柑橘系もふわっと香ってうまい。お店からサービスの前菜でイカリング、嬉しい。
衣が少し厚めのイカリングが3つ、こういうのが応答した。分かってるね。ビール瓶にイカリング刺さってたり、チーズっぽいこいつが濡れたおしぼりだったり、何もかもしゃれてんなこの店。グリルが名物っぽいからテンダーロインステーキ頼んだら、めちゃくちゃシンプルな形できた。焼き加減はミディアムレアでお願い。表面カリッと、中柔らかジューシーに焼いちゃってうまい。2杯目はアメリカンウィートエール330ミリ。これはかなり IPA っぽい、ちょっとミルキーな IPA って感じ。柑橘系の香りと割と強い苦味、うまいね。脂身少ない赤身肉だから、おじさんでも難なく食えてありがてえ。3杯目はダークラガーデュンケル330ミリ。香ばしさもありつつ飲みやすさも残ってる、すっきり系黒ビールって感じかな。現在9時13分、ようやく空が暗くなってきました。最後4杯目ピースナーラガー330ミリ。薄めで甘みはほぼない、ちょい酸っぱ苦い系ピルスナー。つまみに頼んだグリルドベジタブルが来ました。うまそう。ピーマン、ナス、ズッキーニ、アスパラ、玉ねぎ、たけし、いろんな野菜がうまいね。ビールもグリルもうまくていい店だった。ごちそうさまでした。いやー、アルメニア今んとこいい店ばっか。帰ります。今夜もライトアップされた共和国広場が綺麗ですね。共和国広場では噴水ショーが行われていました。いやー、このレベルのショーが毎日行われてるって結構すごくないですか。正直エレバマジで舐めてました。めちゃくちゃいいところじゃないここ。毎日21時から23時頃まで絶え間なく噴水ショーが行われているっぽいです。すさまじいぞ、すごいぞエレバン。明日も明後日もやってるので今夜はそろそろ帰りますか。ということで今夜も無事宿に帰ってきました。明日はエレバン市街地を観光する予定。おやすみなさい。おはようございます。今日も宿でのんびりしてました。昼飯食いに行きます。エレバン、街中に緑がたくさんあっていいところだな。こんな感じのおしゃれな店も街中にあふれてます。マジでおしゃれな店が多いな。バー BQ 行ってみよう。クラフトビールがあったから昼なのに我慢できず頼んじゃった。あっさり軽めでクリアで爽やか、程よいキレもあってうまい。まずは健康を考えてタブレサラダ800ドラム。中東同様パセリのみじん切りサラダなんだけど、浅く漬け込んでる感じかな。シャキッとしたパセリの食感と
トマトもよく効いててうまい。これうまいぞ。シャキッと食感と絶妙な味付け、一瞬で完食。うまかった。メインはこの店の名物なのかな、フェイマスアンガスケバブ。細く巻いた薄い生地の中に串焼きのひき肉、ケバブと野菜が数種類入ってて、味は抜群にうまい。味も雰囲気もいい感じ。ごちそうさまでした。腹ごしらえも済んだからちょっくら街歩きしますか。エレバンの中心を南北に通るタシアストリートかなを歩いていきます。てかエレバン歩いてたらびっくりするぐらい美人多い気がするんだけど、アルメニアって知られざる美人大国なんですか。こちらはフリーダムスクエアなので自由広場、自由広場に立っているのがナショナルシアター、国立劇場。でかい交差点の周りにも緑がたくさん、落ち着いていい街だ。こんな感じのテラスがおしゃれな店もたくさんあって、マジで雰囲気はヨーロッパみたい。続いてやってきたのはキャスケードコンプレックス。どうやら美しい階段の観光名所のようです。美しく整備された庭や銅像、ベンチなどが置いてあります。それなりにしんどそうな気もするんだけど、せっかく来たし上まで登ってみる。階段は幅も広く非常に登りやすい。これならなんとか頑張れそうだ。現在32度。さすがに登り続けるの疲れるね。汗かいてきたわ。ついに登りきりました。さあ頂上からの眺めは、おー高いね。さすがにこれはいい眺めじゃないか。南南西に見えるのが標高5137メートルアララト山。今日はだいぶもやがかかっちゃってるけど、快晴ならかなり綺麗に見えそうだね。なんかさ、この先さらに奥上の方にモニュメントがあるみたいで、行ってる人もちらほら見えるんだけど、さすがに俺は行かなくてもいいでしょう。そしたら階段を降りて下界に戻りますか。下まで戻ってきました。お疲れ様でした。このぽっちゃり像どこかで見たことあるんだよな。有名な人のやつじゃないかな。どこもかしこもそこら中ぽっちゃりさんだらけでごわす。マジで平和で落ち着いた街だな。マジでこんな感じのテラス席がたくさんあります。みんな結構明るい時間から酒飲んでんだよね。仕事を何やってんだろう。飲みの時間まで一旦宿に戻って作業したいと思います。気づけばもう夜10時前。飲みに行きます。この間は入れなかったタバーンエレバン、今夜は入れるかな。ビールはいろいろと終わっちゃってて、この間も飲んだダーゲットだけらしい。しっかり冷えててあっさりめだけど薄すぎない爽やかなビール、うまい。名物のロールブドウの葉、エレバンスタイルで。ロールキャベツの
ブドウの葉バージョンの料理で、中には牛肉や米がたっぷり入ってます。本当に少しだけピリ辛で、塩味がよくついてて、味染みてて、噛むと汁がじわっと。酸味のある甘くないヨーグルトソースとの相性もいいね。アルメニアンワイン、カラス、グラスで。程よい酸味と渋み、やや重のしっかりした赤ワインでうまい。続いて BBQ ビーフハート&ラングス、要は心臓と肺です。奥の方が多分コリッとして癖がないから心臓ハツなんだよね。これは文句なくうまい。ってことは消去法でこっちが肺なんだけど、結構癖というか臭みがあるんだよね。レバーに似てるというか、食感もねっとりもっさりしてるし、正直こっちはパクチーオニスラと一緒に食べるのがいいかな。なんか注文の時質問されて、リバーだけど OK？ みたいなことを聞かれた気がするから、もしかしたら今回はこっち肺じゃなくてレバーなのかも。3杯目はアルメニアンワイン、タカールのロゼ。フレッシュでほんのり甘くて程よい酸味で飲みやすい。うまい。4杯目、締めはカラスの白、いただきます。フレッシュめで程よい酸味、いい感じにドライ、うまい。いやー結構酔っ払った。さてもう一軒飲みに行きますか。ごちそうさまでした。昼は暑いけど夜は涼しくて素晴らしい気候。さあどこに飲みに行こうかな。今夜もライトアップされた共和国広場が綺麗ですね。噴水ショーはもう終わっているようです。近くにキリキアビールのビアホール見つけたので行ってみよう。なんとようこそというラーメン店もありましたが、これは多分日本人オーナーじゃないね。アルメニアのメジャーなビール、キリキアのビアレストランがあるということで行ってみよう。なんとか閉店間際に滑り込めました。キルケアクラシックス。ドラフトビール、しっかりキンキン、薄めでフルーティーな香りで華やかだけど甘くはなくて苦味もしっかり。タップビアは4種類、今飲んでるクラシック、ブロンド、ダーク、ノンフィルタードがあるそうです。また明日全部飲みに来ようかな。現在12時半、てっぺんを
もう回ってるけど人通りはまだまだたくさんあります。深夜にもかかわらず店はまだまだたくさん開いているようです。そしてエレファン結構運転荒いんだよね。ビュンビュン飛ばしていく。帰り道に毎回この夜景を見れるのはいいですね。しかしなんかめちゃくちゃ奥の方雷になってるんだけど。ということで今夜も無事宿に帰ってきました。明日もエレバンでのんびり飲み歩きます。おやすみなさい。おはようございます。詳細は長くなるから省くけど、さっき使ってもないミニバー8400ドラム3500円分ぐらい請求されて一悶着ありました。結局ミニバー代は払わなくていいことになったんだけど、交渉1時間ぐらいかかったし、もうとにかくもうむしゃくしゃした。ムカつく。払わなくていいってなったはずだけど、クレカの明細見たら結局請求されてた。請求書上の方見てほしいんだけど、5本も飲んだことになってんのよ。1本も飲んでないのになんで5本も飲んだことになってんの。自分が飲んでないこと証明するのってめっちゃむずくね。これが悪魔の証明ってやつか。てかとにかく飲んでねえもんは飲んでねえんだよ。ミニバーご請求トラブルでむしゃくしゃしたので、とりあえずカフェ入って昼飯食いますか。珍しくアイスラーテエクストララージ、健康的にベジーサラダ、ブロッコリーたくさんなのめっちゃ嬉しい。味付けはビネガーオイルかな、ちょい酸っぱ塩味な感じで、たっぷりのレタスとトマト、ブロッコリー、コーン、人参など健康的。さて少し街を散歩でもしますか。噴水ロードの脇にはテラスの飲食店がずらり。木のオブジェがある変わったデザインのエントランス、イングリッシュパークという公園にやってきました。中央になかなか勢いのある噴水、のどかですね。現在行われているユーロ2024アルメニア代表、屋台もいくつか出ててイベント会場みたいになっているようです。公園で酒も売ってる。中東とは打って変わって自由だ。100ドラムで公園のトイレ使ったら、汚いうんこ座り式の便所でした。すぐ隣にあるのがチルドレンズパーク。公園多すぎ。チルドレンズパークはこの1個奥だった。ここはチルドレンズパークではありません。人々が公園の水飲み場で普通に水飲みまくってます。水きれいなのかな。ほらこんな感じで人々が来てはひっきりなしに水を飲んでいきます。子供たちによる大噴水大会みたいのが行われてるんだが、子供たちがはしゃぎまくってて市民プールみたいになってる。もはやおなじみリパブリックスクエア、共和国広場にやってきました。こちらの建物はヒストリーミュージアムとナショナルギャラリーらしい。噴水の目の前にはベンチもあって憩いの場、目の前には夜にはショーも行われる噴水。共和国広場はザ・エレバンの中心。噴水のすぐ隣にあるこちらは政府系の庁舎らしいです。中央にはアルメニアの国旗と立派な時計台。パブリックスクエア駅、エレバンにはメトロも走っているそう。また噴水のある公園、マジで噴水多すぎだろう。噴水公園を抜けた先には有名なクラフトマーケット、いろいろと手作りの雑貨やお土産が売っているそうですよ。結構長い屋外市場になっているようです。毎日この規模でやってるのかな。散歩がてらお土産探しするにはとてもいいところかもしれないですね。ちょっくらシャルテルインプレッソカフェでも入りますか。モダンでおしゃれないい感じの店内。アイスアメリカの飲みながら夕飯まで編集頑張ります。なんか雷鳴ってるなと思ったらこれはびっくり、めちゃくちゃ豪雨降ってきた。スコールやば。
編集も一区切りついたのでラストの飲み行きたいと思います。ということで Google マップで高評価のラバッシュレストラン行ってみよう。一杯目はダーゲットのウェイゼン330ml。程よくミルキーで甘め、柑橘香るウィートビア、うまい。フライドヒンカリ、揚げヒンカリ4個セット、1個1個が結構でかい。でかいのでさすがに切ってみるけど汁飛びそう。揚げた皮の中には具がどっさり、結構パクチーが効いてる。揚げてあるけど割ともっちりした皮、しっかりと味付けされたあん、うまいね。ビールスムー BBQ ポークテンダーロインも来ました。うまそう。炭火で表面カリッと香ばしく焼かれていてうまい。2杯目、店員さんにおすすめされた確かタカールリザーブだった気がする。いただきます。エレバン在住の視聴者さんにお声掛けいただいたので一緒に飲みます。やや重めなんだけど口当たりまろやかですごい飲みやすい。スイスイと入ってきます。うまい。3杯目はちょっといいアルメニアワイン、タリリ、グラスで。これは正直飲んだ瞬間からうまい。それなりに重いんだけどめちゃくちゃ口当たりまろやかで超飲みやすくて、香りもかなり豊かで、ちょっとタンニンのキュッキュって感じもする。とにかくこれはマジでうまい。それぐらいのが間違いなく人生楽しいです。アルメニアはブランデーコニャックが名物だということで、4杯目はアララと15年。おこうやってグラス回して匂い嗅いだ瞬間は結構グワーってアルコールの感じくるんだけど、口当たりはめちゃくちゃまろやかで飲んだらトローンとすごいうまい。さっき不意に停電してアルメニアでは結構あることらしいんですけど、すぐ終わるかなと思ってたらもうかれこれ5分ぐらいずっとこのまま真っ暗闇で酒飲んでます。停電の復旧を待ってたけど一向に明るくならないのでもう飲みをします。家訓に従い視聴者さんの分はおごります。ごちそうさまでした。明日フライト結構早いので視聴者さんともお別れして宿へ帰ります。エレバンの中心を南北に貫く遊歩道みたいなとこを来てみたら夜はいい感じにライトアップされてるんですね。ということで今夜も無事宿に出てきました。空室の都合上今夜一泊だけデラックスキングルームに移動。料金はほとんど同じ。相変わらず広々いい感じ。部屋の作りも似てますね。浴槽ついてるから少しだけグレードアップした感じかな。預かってくれてた荷物部屋まで持ってきてくれたんだけど小銭持ってなかったから1000ドラムチップでお渡ししました。今日別の部屋チェックアウトした時にミニバー使ってないのにご請求されたから念のため証拠として現在の状況残しておきます。めちゃくちゃいっぱい入ってんな。超充実してるじゃんここのミニバー。明日はジョージへ行きます。おやすみなさい。おはようございます。早起きして宿をチェックアウト。
宿の方にタクシー呼んでもらったら、タクシーじゃなくて自家用車っぽいのが来たんだけど、一応宿の方曰く3000ドラムで空港まで行ってくれるそうです。きっかり3000ドラムでエレバン国際空港到着。出国審査を終えて無事制限エリア内に到着。うわお、晴れてるとあららと山が美しすぎる。プライオリティパスでビジネスラウンジ入ったら、軽食類に酒、アルメニアのワインなんかも置いてあります。くぅ、こんなにたくさんのビールやワイン、スパークリングまであってもったいねー。ビールもあったけど、さすがに朝なのでノンアルでサクッといただきます。早朝じゃなければこのラウンジでアルメニアワイン飲みまくるのもいいね。今回乗るのはジョージア・トビリシ行きのジョージアン・エアウェイズ。乗り込みました。3列3列の川張り、ボーイング737の500らしくて、シートピッチはかなり余裕ありますね。げんこつ3個分以上空いてる。美しいアララト山を見ながらエレバン・エリック、バイバイアルメニア。今回はエレバンしか行かなかったけど、もっと田舎の方に行けば南コーカサスの美しい景色を見ることができるんだろうね。あっという間にジョージアのトビリシが近づいてきました。のどかな高原地帯の中に徐々に大きな建物。まもなくトビリシ着陸です。ジョージアのトビリシに無事着陸。シゲ旅109カ国目、ジョージア、トビリシから入国完了。今回はここまで。次回バトゥミ編お楽しみに。エレバンからチャンネル登録よろしくね。それではまた次回会いましょう。